どうも、不思議ハンターズの外田志郎です。はい、前回ね、詳細をね、お伝えした通り、僕はこの地にね、ヤマンバのね、探索に来ております。で、皆さん、ヤマンバ、人食い人肉を食らう、白髪器、白髪の包丁を手に持って人を追いかけてくるおばあちゃんの、ヤマンバ、で、絶対に僕の真似をしてヤマンバを探しに来ないでください。はい、ヤマンバっつってもね、おばあちゃんじゃんと余裕でしょって思うかもしれないけど、ヤマンバはね、100メートルを6秒で走れます。はい、100メートル6秒だよ。100メートル6秒で走るおばあちゃんが包丁を持って追っかけてくるんだよ。あなた逃げられないでしょ、捕まるでしょ。僕はね、不思議ハンターズの僕はたまたま100メートルを4秒で走れるから、ギリギリ逃げれるから、まあまあいいけど、この動画を見ている一般ピープル、特に底辺労働者の方たちっていうのは、やっぱまあ知能も体力も低いんで、絶対にヤマンバのね、探索に来ないようにしてください。はい、僕だからできるんでね。はい、で、前回ヤマンバの説明をね、したんで、この動画を初めて見る方は前回の動画見てからにしてください。はい、で、目の前にね、見えるこの水門、橋なんだけども、この橋、最もね、ヤマンバの、目撃情報が多いんですよね。はい、なので、ね、ちょっと今から僕、探索に行ってきます。はい、で、またね、次回、次回こそね、ヤマンバのね、姿をね、多分薄れると思うんで、お楽しみに。今日はね、ここまでで。はい、じゃあまた。じゃあ参りましょう。